ここは元の場所？わざわざ島を一周することなかったのか。困難を乗り越えることに価値があるんだ。簡単にお宝が見つかっても楽しくないだろ。少し誤解をしていました。あなたは彼らを見守り導いているのですね。そんなんじゃないよ。遅かったな、ピーターパン。お宝は返してもらったぞ。フック、スミ、宝箱を確認しろ。はい、船長。うわ、どうした、スミ。船長、お宝が何なんだ、はっきり言え。うわ、なんだこのガラクタは。失礼なやつだな。それは僕たちの宝物だぞ。入っていたお宝はどこへやった。全部なくしちゃった。なんだと。今度という今度は許さん。覚悟しろ。ん、なんだこの音は。出た。近寄るな。あー、近い。うわ船長。これは。それはベンが置いていったんだ。思い出の宝物らしい。あいつこれからたくさん思い出を作るんだって。だから約束したんだ。今度はもっとたくさんの思い出の宝物を持ってまた会おうって。ベン、ここにも来てたのね。この気配。どうしたの？何でもないわ。あなたたちはここにいて。宝探しごっこは楽しかったか？いつの間に。もうあいつにはこんなおもちゃ必要ないんだよ。だから予備もいらなくなった。貴様！燃えろ！やっ！
どうだ。くらえ風よ。テラ、もう大丈夫よ。今はまだわからないよ。また子供扱いか。アクは何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。大丈夫か？何があったんだ？大丈夫。あ、ベンの宝物が。心配はいらない。私たちの宝物、心の絆は簡単には折れない。ベンもそれが分かっていたからこれを置いていったんだと思う。心の絆か。君たちが羨ましいな。アクア、ベンとあとテラだったかな。今度はみんなで遊びにおいでよ。ええ。